片付きラムダ計算第6回。今回はですね、完全性定理を証明します。この証明のためにですね、コーモデルの存在補題、これが大きな役割を果たすので、これを詳しく説明いたします。公理的理論の完全性、これはですね、この定理ですね、定理2.6.2、これ教科書のナンバーですね。で、もしこれが成り立つなら、これが成り立つ、すなわちですね、この等式が E のモデル論的帰結なら、この等式は E から構文論的に導かれる同置関係であるという内容です。これはですね、この主張とこの主張が逆向きがですね、健全性でしたね。証明可能であればモデル論的に正しい。ですね、完全性はその逆ですね。モデル論的に、意味論的にこの等式が成り立つなら、構文論的に、まあ、同置関係として構文論的に証明可能である、こういう性質です。で、今回はですね、この完全性定理をですね、まあ詳細にと言いますか、できる限り詳細に説明をしたいと思います。ただですね、これはやや高度な内容を含んでいます。したがってですね、この完璧にですね、その隅々まで説明するというのは困難であって、さらにですね、このビデオのみでですね、その詳細を理解するというのも難しいと思われます。まあ、当然ですね、そこでですね、本ビデオを参考にですね、教科書2.6.2、公理的理論の完全性、ここにはですね、数学的な展開が詳細に書かれていますので、それをですね、教科書で学習する、これがまあ唯一きちんと理解できる方法だと思うので、それを強くお勧めします。以上はコメントです。タイトルで申し上げたようにですね、完全性定理の証明はですね、このコーモデルの存在補題、これによってなされます。で、ここでまあコメントですが、このコー、タームですね、英語で。このコーというのはですね、エクスプレッション、式と同じように使われます。ただ、コーといった方がニュアンスとしてはですね、その同置関係がきちんと定義された、そんなニュアンスを含んだ言葉になっています。以上は補足ですね。それで、そのコーモデルの存在補題、すなわちこの補題ですね、補題2.6.2、与えられた任意の等式集合 E に対して E を満たし、かつこの関係が成り立つような特別なモデル、この場合は T アンダーバー E と書きますが、この特別なモデルが存在するですね。これ E を満たすというのはいいんですが、これが重要な性質で、このモデルの中で真である等式とですね、E から同質可能な、構文論的に同質可能な、証明可能な等式、この関係は同値であるということですね。というようなモデルが存在すると。このコーモデルの存在補題が言えればですね、完全性定理は以下のような簡単な議論で確立することができます。すなわちですね、この等式が E のモデル論的な帰結であると仮定すると、そうするとですね、これは任意のモデルでこの等式が成り立つということですから、当然このコーモデルでも成り立つ。ところが、このコーモデルはですね、この同置関係がありますから、この等式は E から同質可能である、これで終わりですね。ということで、完全性定理はですね、コーモデルの存在補題の簡単な帰結になるということです。まあ、それではですね、コーモデルの存在補題の証明方針、これを理解しましょう。で、コーモデル、まあ、コーモデルですから、このような構造体なわけですね。で、ここにですね、タウで、型でインデックスされた集合の集合が来ます。で、それ以降はですね、これはこの集合のですね、その、まあ、意味というか、性質を決めるためのサポート関数ですね。ですから、まずこの集合を作るというのが重要なんですね。その方針は以下のようなものですね。この各タウについての領域、これをですね、この E から構文論的に同質可能な、この同値関係の同値類の集合ととる。で、さらにですね、この式の意味をですね、M の同値類ととる。で、apply 等はですね、式の同値類を構成する関数、例えば apply。apply はですから、この領域の要素を取りますから、同値類を2つ取る。で、結果はですね、この同値類の代表源の
並べて同値類を取り直す、そういうような関数とすると、プロジェ、プロッド、コンスとも同様な考えで定義します。で、このモデルが正の構築が成功すればですね、このタウ、t of tau、これは式の同値関係そのものですから、したがってですね、このモデルで真である、つまりこの意味とこの意味が等しいというのは、この同値類とこの同値類が同じ、すなわちですね、この同値関係が証明できる、そういうことになるはずなので、この方針がうまくいけばですね、コウモデルの存在誇大が証明できることになります。そのコウモデルの構築の第一段階はですね、この領域タウでインデックスされた集合を構築することですね。これは同値類であると言ったので、そのまず同値類の前にですね、その同値類を取る材料となる型付きの高集合、これを t of t の上添え字 tau とこう書くことにします。これを構築することにします。で、同値類、式の同値類なんですが、キャピタルラムダの場合はですね、式はですね、ガンマがないと意味がないんですね。自由変数が含まれますから、そこでですね、ガンマをなんとか持ち回る必要がある。で、その煩雑さを避けるためにですね、型付き変数というのを導入します。具体的にはですね、各変数 x に対してですね、各型タウに対して x のコピーというか、x と同じ名前を持っていて、かつ名前の一部にですね、この型を含んでいるような、そういう変数を各 x に対して、各 tau に対して導入します。したがってですね、すべての変数について、すべての tau のコピーを作ると。そういう tau のコピー、tau で添え字付けられたコピーを考えると。で、型 tau の型付き変数の集合をこのように書く。var の上添え字 tau とすると。で、このように考えると考えて大丈夫かということですが、この集合を考えると、この var tau で全ての tau について全部集めたものをユニオンを取る。そうするとですね、これはたかだか加算無限なんですね。加算、これぞ、これそれ自体が加算無限ですが、その加算無限個の集まりで、加算無限集合の加算無限コレクションはですね、加算無限であると、比較的簡単に証明できます。そこでですね、この各 x について、それの加算無限個のコピーがあると考えても問題はない。すなわちですね、キャピタルラムダの定義の枠内に入っていると言えます。そこでですね、この準備のもとでですね、型付き項の集合t 上添え字 tau をですね、以下の条件を満たす最小の集合と定義します。これは機能的平方としてこのように定義するということですね。これはその tau でインデックスされた機能的平方を同時に作っていくと、この練習問題はですね、昔やった記憶があるかと思いますが、詳細は省略して、で t の上添え字 tau はですね、まずですね、バーの tau を含んでいて、コンスタントを含んでいると。あとは機能的な規則になります。M が tau2 の集合に入っていったらですね、ラムダ x tau1 コロン tau1 ドット M っていうのは tau1 アロー tau2 の集合に入っていると。M1 が tau1 アロー tau2 の集合に入っていて、M2 が tau1 の集合に入っていたら、M1M2 はですね、tau2 の集合に入っているといったような、ラムダ式の型の動詞と同じ定義になっている。ただし、ガンマはもはやいらないということですね。で、これがですね、このタウオブタウの材料となる t の上添え字タウの定義です。で、以上定義したですね、t の上添え字タウはですね、型判定の表現になっている、ところを確認しておきます。すなわちですね、この今定義した集合、これは式の集合です。で、その式を1個取る、m を取ると。そうするとですね、m の自由変数というのはこのような形をしていて、必ずこの型のアノテーションがついているのでですね、型環境はこのように1位に決まる。これをですね、ガンマ下添え字 m と書くとですね、この t 上添え字 tau の定義からですね、この型判定は
キャピタルラムダの型システムで導出可能になります。ということでですね、この要素はですね、この型判定の表現であると見ることができます。これが1点ですね。あともう1点ですね、任意の型環境ガンマに対してですね、ローガンマというのをですね、このガンマで定義された各変数をですね、この型付きの変数で置き換える操作とします。これはこの変数を変数に代入する操作として、この代入をそれぞれのガンマ M1、M2 にアプライしたものをですね、すべての E の要素に対して、そのすべての E の要素に対して、そのローガンマをアプライして変数の名前替えをしたものを集めたものを E0 とします。これ E0 はですね、 E と同じものなんですが、ただですね、変数がですね、このようにみんなその型付きの変数に置き換えられていると、そういうものですね。これの確認とこの準備をします。で、この領域の構築の最終段階、項の同値類集合、これをですね、集合の名前をこのような名前とします。これはですね、tau でインデックスされた集合なんですが、その名前をですね、この鍵括弧の中に t ウエストジ tau とこう書くことにします。で、そのこれを定義するためにですね、まずですね、この式の集合 t ウエストジ tau に同値関係、これを以下のように定義します。この M1 と M2 が同値である。これはですね、この M1 と M2 がですね、この型環境は M1 と M2 の重変数で唯一決まるので、これは自動的に決まります。で、この M1 と M2 が E0 の下で同質可能である。同値関係が同質可能であるという同値関係をこのように書くとします。そうするとですね、公理的理論の定義によってですね、これは同値関係であることが分かります。この同値関係によって定まる M の同値類をですね、鍵括弧というか四角括弧の M と書くことにします。そしてですね、この集合、この集合の名前ですが、この集合をこのような集合と取ると、 tau のこの同値類の集合と、そういうニュアンスですね。これはですね、この tau 型を持つ型付き項の同値類の集合と、そういうふうにとります。で、領域集合をですね、これの各 tau を集めたものと、こういうふうにとります。ということですね、注意としてはですね、この今定義したこの要素それ自身はですね、集合なんですね、式の集合であるということに注意をするということですね。で、以上でですね、この領域の構築ができたことになります。あとはですね、項モデルの定義として、そのサポート関数、これらサポート関数を定義すればよろしい。このサポート関数はですね、先ほど申し上げた通りです。アプライ、これはですね、この同値類とこの同値類を取って、この同値類を返すわけですが、これはですね、同値類というのは、ある式の同値類ですね。で、代表現を適当に取ると、その代表現をファンクションアプリケーションで並べて、式を作って、その同値類を取り直すというふうにします。プロジェも同様ですね。コンストはですね、 C の同値類とします。と、このようにするとですね、この構造が定義できたことになります。で、今定義したこの T 下添え G の性質でですね、例題2.6.1以上定義した構造、この T 下添え G はキャピタルラムダのモデルである。これが証明できます。この証明はですね、以下の性質を示せばいいわけですね。まずですね、1番目として、このサポート関数は実際に well-defined である、すなわちですね、代表現の選び方によらない、したがって関数を定義しているということを確認します。で、このコンストについてもですね、これもこの条件を当然満たすと。これは当然定義上、これは問題ないということですね。で、この代表現によらないというのもですね、それぞれの定義を見れば明らかですね。で、2番目、この意味領域の外延性条件を満たす。外延性条件は2つあってですね、その
ファンクションにこのアプライに関係する外延性条件とプロッドに関する外延性条件があります。それ以外に意味領域の条件としてはこのプロジェが意図する意味を持つと、そういう条件、3つの条件を満たすと。3番目はですね、そのこのモデルで全ての式が解釈可能である、特にですねラムダ抽象が解釈可能であるという条件ですが、それはですねこの任意の項に対してこの意味が定義されるということを確認すればよろしいということですね。これらを証明することにします。それではですね、この構造のですね外延性条件の証明を確認しましょう。で、その意味領域の条件としてですね、これらサポート関数には以下のような条件を満たすという、そういう性質が求められます。で、1番目はですね、この関数スペース、この関数型の領域についてはですね、この任意のその x について行った先が同じである、アプライした先が同じであれば f イコール g であるという条件があります。で、2番目はですね、これはプロジェの条件ですね。プロダクト、組を作ってプロジェクションをすると、i 番目のこの組構成子に与えた i 番目が出てくる。これはこの定義に、この2番目は定義によって整理します。で、3番目、これがですね、この組型の外延性条件ですね。プロジェをしてですね、プロッドで作り直すと元に戻るというやつですね。一番問題というか一番典型的で重要なのがこの ① なんですが、これはですね教科書にですね詳細な証明が書いてあるので、ぜひそちらをトレースしてください。で、2番目はですね定義によって成立するというのはすぐに分かります。で、以下念のためこの3番を示すことにします。これは教科書で練習問題と書いてありますが、念のためこれを示してみることにします。1番目はですね各自教科書で確認をするようにお勧めします。で、この組型の外延性条件の証明、そのためにですねこの要素は同値類ですから、同値類を1個取る、そうすると弦が入っているはずで、まあ、代表弦を適当に取る、何でもいいんですね。この M は特に何も仮定していませんから、この M の取り方によらないというのがこの議論でわかると思います。そこでですね任意にとってその代表弦、その中の弦を1つ取ると。で、このプロジェの関数の定義によってですねこの等式が当然成り立つと、定義上ですね。あとはですねプロットの定義によってですねこの結果はこうなるとなりますね。そうするとですね合理的意味の規則によってですね規則プロットっていうのがあります。これはこのプロットとは関係なく、この合理的意味、式の合理的意味論の規則になります。この規則によってですねこのタームとこのタームは同値であるという規則があります。で、同値が導ける、これ同値ですから、この同値類は定義上等しいということになって、この等式が証明できるということになります。これがですねこの組型の外延性条件の証明ですね。ですねこの t アンダーバー e がですねモデルであるためには、任意の式の意味が定義可能でなければならないということですね。で、それを証明します。そのためにですねこのキャピタルラムダの任意の式を取って、このガンマのを満たす任意のイータ、環境イータを取ります。で、そこでですねこのイータによって決まる関数ファイオブイータというのを以下のような関数とします。ガンマのですね任意のガンマのドメインの任意の x、 すなわちガンマで型が定義される任意の変数 x に対してですね、 x はイーターによって同値類が与えられるはずなので、その同値類の要素をこの与える x に、その同値類の中の弦を対応させる関数、これをですね phi of イーターとします。もちろんこれ同値類ですから複数の式があるので、このようなファイオブイーターは一般に複数存在しますが、そのすべてに対してこの等式が成り立つと。これはですねこの関数ですが、この関数をですねこの関数は変数にですね式を対応させる関数ですから、これを変数
を変数に式を代入する、そういう代入操作と見て、その代入をですね、この M、この式にアプライする代入をこの式に作用させると、そういう意味でこの記号を使っています。そうですね、これは変数に式を代入する、その代入のアプリケーション。だ、その代入を施した結果の同値類がですね、この意味、M の意味に等しいと。で、となると。このような、この E 対 N をどうとってもですね、こういうふうになると。ということが成り立つ。この取り方、つまりこれ同値類ですから、この同値類のどれをとっても、この取り方によらないというのは直感的に明らかだと思うんですが、それを含めてですね、この等式を証明すると。この等式が証明できればですね、この全ての意味がですね、この領域の要素になる、同値類として与えられるということになって、この意味定義の性質が満たされるということになります。ですから、この等式の証明なんですが、この等式は M の行動に関する機能法によって証明します。一番典型的なものがですね、M がラムダ抽象の場合なんですね。これはですね、その重要なケースは教科書に詳細が書いてありますので、例によってですね、各自ですね、トレースしてみることを強く勧めます。ここではですね、非常に細かな議論になるので、このビデオでご紹介するというのはちょっと困難なので、教科書で勉強してください。以下はですね、念のためですね、X と M.i のケースを、これ簡単なケースですが、簡単といってもですね、この変数ですから、変数はですね、このような性質の場合、常に確認をしないといけない重要なケースなんですが、この変数とこの、組からの取り出しのケースを確認してみることにします。それではですね、X の場合を考えてみましょう。X の場合はですね、型システムの定義と意味の定義によってですね、ガンマのドメインは X を含む、すなわちガンマを X にアプライすると何かの型が決まっていると。で、イーターはガンマを満たしますから、イーターもですね、ドメインとして X を含むと。で、イーターを X にアプライすると、この要素になる。ということですね。これは定義上こうですね。あとはですね、意味の定義によって、このイーターオブ X がこの値になるというのは、これは表示的意味の枠組みによってこう決まっていると。そうするとですね、このファイというのはこう取りましたから、そうするとですね、このファイオブ X の同値類というのは当然イータオブ X の値に等しいということで、この意味の値はイータオブ X ですから、それはこの意味はこのファイオブ X の同値類になるということで、目的とするイクエーションが言えたことになります。で、次にですね、この M1.i の場合、これは機能法の仮定を適用すればいいと。それだけですが、やってみましょう。型システムの定義によってですね、M1 は組型になる。M1.i はその i 番目の型になるということですね。で、機能法の仮定によって、この M1 のイーターにおける意味は、このファイ、これをですね、代入と思って、この M1 にアプライしたもの、代入をアプライしたものの同値類になると。この機能法の仮定ですね。あとは意味の定義によって、この i、すなわちプロジェ i という関数を適用するんですが、プロジェ i はですね、この中身のに i を取って同値類を取るんですが、この中身の i というのは、この i を先に入れても、この φ はこの i に影響を及ぼしませんから、同じものになるので、これの同値類ということで、この等式が成立して、これが求める等式ですね。で、以上によってですね、あとは他の全てのケースを尽くせばですね、この構造は全ての式の意味を決定するということが、与えるということが言えたことになるということで、この T スタスエジ E というのはキャピタルラムダのモデルであるということが証明されたことになります。以上でですね、この T スタスエジ E、これがですね、この構造がモデルであるということが証明できました。残る課題はですね、このモデルがですね、補題で要求する性質を満たすことなんですね。性質は2つあったんですね。この E、まず E を満たす、この関係を満たすことで、これを証明しましょう。すなわちですね、モデル tau E は等式集合 E を満たす、この関係を満たすですね。で、証明はですね、この、任意にこの E の等式を取って、
そうするとガンマはこの変数集合に対して型を決めるんですが、変数集合をこのように仮定して、イータをですね、ガンマを満たす任意の環境とします。でですね、命題2.6.1の証明で示した性質によってですね、このイータ xi をですね、このように取る。そうなるようなファイを取るとですね、取ると、この関係が満たされる M のですね、意味はですね、このファイを代入と思って M1 にアプライしたものの同値類になる。これ先ほど証明した性質ですね、これとこれが満たされる。これは後で使うことにします。これを確認しておくと。で、証明の続きですが、その任意に取った E のから任意に取った等式にですね、変数の名前替えを実行した等式、これは E0 に属するわけですね。これは定義上 E0 はそういうふうにして作ったわけですね。E0 と E の違いはですね、変数が型付き変数になっているだけということで、この等式は E0 から導出できます。これは公理ですからね。で、あとはですね、規則アドバーによってですね、この N1 から NN の自由変数の環境宣言を追加したもの、この等式も当然ですから導出できます。あとはですね、型システムの定義によって Ni はですね、この環境の下で tauI を持つ。そうするとですね、命題2.5.1、変数にですね、同じ型を持つタームを代入しても等式は満たされるという命題がありましたから、それを繰り返し使う。そうするとですね、この等式のこの x1 タウ1から xn タウ n にそれぞれ n1nn、n1nn を代入したものは、この e0 から等式として導かれるということになります。しかしですね、この代入、これは M にですね、X にですね、XI に NY を代入する、そういう操作を施したものですが、それはですね、この変数の名前替えをした後で、この NY を代入するのと同じ、明らかに同じですから、この等式とこの等式が成り立つことになります。そうですね。そうするとですね、この部分とこの部分は、これとこれに置き換えることができる。すなわちですね、この等式が成り立つということになりますね。あとはですね、この前提は冗長かもしれないので、必要に応じてリムーブバーを使ってですね、この自由変数に限定したこの等式が成り立ちます。そうすると定義上、この同値関係はですね、この意味はですね、同値類ですから、同値類として等しいというのが、この同値関係そのものになるということで、この等式が成立することになると。ということでですね、このモデルは E を満たすということが、示せたことになります。最後にもう一つだけ性質が残っているんですが、その前にですね、この補題2.6.3を確認しておきます。この補題はですね、明らかに成り立つ補題ですね。この E の下でこの等式が証明可能であるというのと、E0 の下でこの等式、すなわち変数を型付き変数に変換したもの、変数に型付き変数を代入したもの、置き換えたものという等式がこの E0 の下で導出できる。これは同じことになる。これは明らかですね。なぜかというと、これとこれの違いはですね、変数名のみが違う。しかも、それぞれの変数はそれぞれの異なった変数、それぞれの変数、異なった対応する変数に置き換えられるだけですから、明らかでよろしいと思います。厳密には公理的理論における証明の長さに関する機能法によるんですが、これ省略をします。そうするとですね、この補題を使ってですね、いよいよ最後の性質を証明するということになります。で、最後の性質はですね、この性質ですね。このモデルの下で等式が成り立てば、 E の下で E からですね、この等式が証明可能である。この証明をすることになります。この逆、これは if and only if なんですが、逆向きはですね、健全性ですでに証明されています。証明可能な式は任意のモデルで正しいですから、このモデルでも当然成り立つ
ということになります。したがってこちら向き、これならばこれであるを証明すればいいんですね。そのためにですね、任意の等式に対してこの左側を仮定します。でですね、この表記はですね、任意の環境でこの意味が等しくなる、なので特にですね、このような環境を取ります。この環境はですね、 x に対してこの名前がですね、 x、 このローガンマというのは x を x のタウ x というのに変える、そういう代入操作ですから、その x をですね、型付きの変数の同値類とする、そういう特別な環境を取ります。そうするとこの環境はガンマを満たします。であとはですね、この先ほどの証明の議論によってですね、この M1 にこの代入を施した同値類というのが M1 のですね、意味に等しいと、先ほどこれは一般の φ という関数で証明したんですが、これはその特殊な場合ですから、この等式が証明できると、この等式も証明できる。したがってですね、意味が等しければこの同値類とこの同値類は等しいということになります。同値類が等しいというのは定義上ですね、E0 からですね、この同値関係が導けるということになります。でこれは E0 とそれからローガンマがアプライされているんですが、先ほどの補題 2.6.3 よりですね、この変数の型付き変数への名前替えの結果なんですが、それは名前替えをしないものと全く同じであるということで、この等式が成り立つということになります。これでですね、高モデルの存在補題の証明は終わりです。先ほど言ったように逆はですね、健全性で成り立っているので、この if and only if が証明できたことになります。以上でですね、キャピタルラムダの公理的未論の完全性定理、これが証明できたことになります。でこの証明はですね、ここまでフォローされた方はお分かりでしょうが、まあいろいろな準備をして、そのいろいろな構築をしないといけないということで、まあ結構複雑な議論になります。そこでですね、こう全体をもう一度まとめておきます。でこの複雑に見えるこの枠組みはですね、論理学の証明論とモデル論の関係をひな形としています。すなわちですね、論理学の完全性定理、それをひな形として、それをですね、このラムダ単純な型付きラムダ計算の枠組みに、まあ、導入したと、そういう構造になっています。でそれでですね、以下のような性質を持っています。このキャピタルラムダのモデルの概念、これはですね、特定の構造を、例えば CPO などを前提としない一般的な枠組みになっていると。で特にですね、その枠組みはですね、構文論的モデルであるタームモデル、コーモデルも含むような、そういう定義になっていると。そこでですね、完全性はですね、以下の議論によって確立される。この E というそのパラメータとして与えられる公理はこの表記では省略しています。でこの等式が真であるとするとですね、それは真であるは全てのモデルで成立するということですね。ですからこうなると、それでですね、全てのモデルですから、特定のモデルである高モデルでも成立する。ところが高モデルはですね、その証明可能性と同じようにこうと同値に構成されたモデルですから、高モデルです意味が等しいということは証明可能であるということが得られて、これでですね、完全性定理が、つまり真であれば証明可能であるということが帰結するわけですね。です。で以上がですね、この完全性定理の概要、おさらいです。でさらにですね、次回の予告ですが、こう純粋なキャピタルラムダの場合、すなわちですね、追加公理が空の場合、高モデルに加えてですね、特別なモデル、すなわちですね、この証明可能性、同値関係が証明できるという関係と全く一致する特別なモデルというのが存在します。この特別なモデルはですね、高モデルのようにですね、このまあある意味人為的なというか、高分論的なモデルではなく、その抽象的な自然なモデルが存在するということになります。これはですね、これは次回そのこれに入ることにします。以上でですね、今回の完全性定理の証明、すなわちですね、高モデルの存在補題
は全て終了です。